だから、ほんまに向いてないことって、そもそもやろうという発想にならへん。営業かなと思ってる時点で、営業が向いてないわけはない。嫌じゃないことっていうのは別に、結構向いてると思っていいかもしれない。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。ちんともでーす。今回ですね、向いてない、才能がないではなく、〇〇であるっていう話をね、していこうかなというふうに思います。うん、僕ね、もう結論から言わないの大嫌いなんで、結論から言っていこうかなというふうに思うんですけど、これね、熱量がないだけなんですよね。結構これね、いろんなとこで聞くんですよ。YouTube 始めたいんだけど、話すの向いてないんだよねとか、言われない？営業やりたいんだけど、売るの向いてないんだよねみたいな。あー、言ってる人いない。あ、でもさ、見てみると、あれみたいな。なんかやってる量、そもそも少なくないみたいな。電話かける量少なかったりしてね、そもそも。労働量がベース足りてない。いや、そうなんよ。一応ね、営業の偉い人なんだよ。入社1年目にして偉い人だから。そんなそんな。他にも、副業やってて結果出ませんみたいな人も、結局なんか、やってなくないみたいな。僕、ブロガーだったじゃないですか。これエピソードなんですけど、ブロガー時代に文章書くの結構向いてなくなかった。最初。あー、確かに。あれは思んないブログやったよな。そうですね。そう思ってたん引き出してるやん、自分で。改めて見ると、そう思うよね。改めて過去のを見返すと、基本情報を受けました。合格しました。やったーみたいな。伸びるわけないやん。でも、今見返したら、こいつ文章向いてないなって思うけど、そっから1年後ぐらいにはブログで稼げるようになってるんですよ。これなんでかっていうと、結局、それでも記事を書き続けないよね。なんだかんだ読まれないクソブログを100記事書いて、1年ぐらいでね、3日に1遍くらいちゃんと更新する。そしてブログがちょっとずつ伸び、いろんな人に教えをこうて、来る日も来る日も記事を書き続け、結果的に月に18万回見られるブログになって、月の収益がそのブログ単体で150万を突破したということが僕の大学時代の話なんですよね。これって向いてなかったんだけど、熱量あったパターンなんですよ。で、結果的にいろんな人に熱心に話を聞きに行って、東京にブログのオフ会に参加しに行ったりしたんよ。言ってたじゃん、覚えてる？ブロガーが集まるみたいな時に、お金なすぎてシェアハウスですよ。牧田さんって人がいるんだけど、その人のシェアハウス泊まりに行ったりとか覚えてる？行きました、行きました。大学の時。まだ滋賀に住んでる時代に、わざわざ東京行って。で、まあ、2000やったよな、なんか2人で。2000か3000くらいで、安いみたいな思った覚えがあるねんけど、それで泊めてもらったりとか、ご飯もついてたもんな。ついてた。みんなで食べて、で、ボードゲームやったよな、カタン。覚えてる？ああ、やった。そう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 、みたいな感じで。そんだけお金なくても、往復数万かかるやん、どうしても。うん。2人やし。東京来て、情報取って、記事に反映させてみたいなことずっとやってたから、結局向いてないじゃなくて、熱量足りてないだけだよ。っていう、そこまでやりたいと思ってないんでしょっていうのが正直なところと。 YouTube もそうじゃないですか。見てこのビジュアル見てないでしょ。まこなりさん見て、あのビジュアル。めちゃイケメンよな。思うやろ？思わんやろ？いやいや、いやいや、あおちゃんを見て。あおちゃんの個人チャンネルやばいよ。やばい。しかも本人すごいと思ってないからね。向いてることって意外と自分気づかへんね。なんかスッと伸びたなとか思うし、でも向いてないことってうわーって思うけど、でもよく見返してみたらそんなやってないなって思うことばっかり言ったりするねんな。だから意外とやってみるといいよっていう話ですね。だから今まで見た中で結構向いてないというか、向いてないの定義をここで綺麗にしとくと、平均よりもだいぶ下だなみたいな、下位 30% に入っちゃうなみたいな時って向いてない認定してもいいかなと思うんだけど、本当に下位 30% の人っていないんよ、ほぼ。結果だけ見たら下位 30% に見えるけど、実力的に見たら別に下位 30% でもなく努力で逆転できるよねみたいなところにいる人が結構多いから、トップ 10% に入らないと向いてないと思っちゃってるけど、そんなことは別にないんだよっていう。上位の 30% から 70% レンジくらいの人は向いてると向いてないと言えないみたいな層で、この層も向いてないって結構言っちゃうっていう。本当に向いてないことってやばいからね。本当に向いてないことって、初見で下位3人みたいなのってマジで向いてないよね。僕、50メートル走10秒台なんですけど、向いてないじゃん。わかる？全力で走ってるのに女の子に抜かれる。あと、最近久々に鉄棒やったの。足のこの辺傷つけちゃってわかる？これなんていうの？くるぶし？くるぶし。豚の丸焼きわかる？やろうとしたらくるぶし破損しかけて、ガーみたいな。くるぶしへこみかけた。わかります？あの、豚の丸焼きってちなみに。めちゃめちゃ、誰でもできる。できるとかじゃないですか。するかしないかぐらいの技なんですよ。確かに。それができなかったって言ってきたんですよ。もう向いてないんですよね。いい例え。普通の人は逆上がりできないだけで向いてないとか。そう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 、ね。なるけど。逆上がりなんてできんくたったらいないんだよ。だからほんまに向いてないことって、そもそもやろうという発想にならへんね。僕が鉄棒をやろうって気にならへんね。書いてみようとも思わへんの、ほんまに文章書けへん人って。昔から作文が億劫すぎて、もう嫌やって思ってた人は、ブログで独立しようなんて心に思わへんはずやね。大人になったらさ、もう選択肢って自分で選べるわけやん。メーカーで
事務職やるより営業かなと思ってる時点で営業が向いてないわけはないね。向いてないというか別に適性がゼロなわけはないね。そこを自覚するようになってくるといけるやんみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっともうなんか逆に向いてないことあるの、うん、と向いてないなと思ってたけど全然いけることとか。人と喋るのは絶対的にダメな気がしますね。確かにね。それこそ営業とか本当にマジでしようとは思わない。それはでも向いてないって分かることや、やる前から分かってるみたいな、うん、意外と向いてたなぁは、意外と向いてたなぁはなんかあるかな。ないか。ないかはやめて。でもディレクションとかそんな向いてると思ってなかったから別に。やってみたらできたみたいな感じ。確かに嫌じゃないことっていうのは別に結構向いてると思っていいかもしれない。確かに、まあ人をまとめたりとかするのとか人のマネジメントとかはそんなしたくないというか、チャットであればいけるんだよな。だから電話だけ僕がかけんねん。喋りたくないから。学級委員長とかそういうのするキャラじゃ全然ないんだけど、うん、意外とやってみたらまあできたみたいな。チャットだったら、あ、チャットだったらね、人をまとめたりとか、うん、これは無理みたいな。ここで例に出すのおかしいかもしれないですけど、営業は向いてないなと思ってました。あ、そうなんや。向いてないなと思ってましたし、未だに向いてるとも思ってないです。でも話を聞きながら思ったのは、向いてないか向いてるかを判断するのは 150% ぐらい努力してからじゃないと判断できないし、変に 50% ぐらいの行動して向いてないかもって思うのはそう思いたいだけだと思うんですよ、はいはいはい、今ここで逃げ出したいから、それを自分は向いてないっていう理由をつけて逃げたいだけだと思う。だから本当に逃げてもいいのかどうかっていうのをちゃんと判断しなきゃいけないなって私は思いますけど、でも昔の自分はやっぱり営業向いてないなって思いたくて逃げようとしてた時もあったなって思います。なるほど、素晴らしいね。やってないやん。そもそもなんで営業を始めたの？高卒なんですけど、周りは結構大学に行く高校に行ってた中での高卒で働かなきゃいけないっていう状況になった時に、今みんなが大学に行きたいのって大卒っていう資格が欲しいからじゃないですか、うん、でまあいい企業に行きたいと。じゃ自分はその道は割と遠のいてしまった状況の中で、自分が勝てる道筋は何なのかなって考えたら、何かこの社会でスキルを身につけていかないといけないなって、うん、言ってるよ。そういうこと、いいよいいよいいよ。普段僕の例えば言ってるよそれ。かなり実用的なスキルを身につけていかなきゃいけないなってなった時に、パソコンも触れないし特段頭がいいわけでもない、もう営業で体張っていくしかないなってなって営業をやり始めたと。全く向いてないなと思いながらも、せめて努力はしなきゃなみたいなので食いついてったみたいな感じですね。素晴らしいね。いや、そういうことなんですよ。意外と向いてないって思ってるけどやってないだけっていう、そんな結論で締めようかなというふうに思います。結構でもいるよね、企業向いてないは本当に聞くから。やってみたらそんなことないからね。別に顧客に価値提供してることってできるでしょみたいな、周りの人に感謝されることってあるんだからみたいな。意外と向いてないなと思いつつも、やってみたらいけるよっていうのがこの世界の常なんで、特にビジネス、経営、企業に関しては才能なんていらないんで、いつも言ってるけどね、うん、最低限誰かに価値提供できるスキルさえあればなんとかなるのが企業の世界なんで、ぜひやってみてください。ということで、今回の動画は以上にしようかなというふうに思うんですが、概要欄の LINE ではですね、今だけ限定で資本主義攻略の裏曲げを売っている動画特典をプレゼントしております。スライド枚数126枚超え、動画分数85分のかなり超対策のセミナーとなっておりますんで、こちらも合わせてチェックしてみてください。 LINE 登録いただくと日々ビジネスのコラムみたいなのをお届けしておりますので、そちらの方も毎日毎日読んでみてください。では今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。